痩せる手作りおやつ作り方をお伝えしていきます。もう簡単にできてもとっても美味しいので、ぜひ作ってみてくださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。ポイントはこちら、オートミールを使っていることなんです。これがですね、痩せるポイントになるんですね。なぜかと言いますと、あなたのその腸内環境を整えてくれる食材だからなんです。そのことで痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて元気になって、いつまでもそこに居続けてくれる。その結果あなたは痩せ体質になって健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。なのでダイエットには必ず腸内環境を整えることがもうマスト、もう必須なんですね。では早速そのオートミールの痩せる効果お伝えしていきたいと思います。まず白米に比べて低カロリーなんです。でまた低 GI 値食品ですから、あなたの血糖値をこう緩やかに上昇する食品なので、結果どうなるかと言いますと、脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。また先ほどお伝えしました、食物繊維が豊富なことで腸内環境が整う、そしてタンパク質やミネラル、ビタミンが豊富なので、しっかりとこう栄養バランスを取りながら痩せることができるんですね。痩せるポイントは2つですよ。腸内環境が整っているかどうか、そしてちゃんと栄養バランスが取れているかどうか、ここの2つがベースではないと決して長期的に痩せることはできないからなんですね。そこでこのオートミールを使った美味しいバナナソフトクッキーの作り方を今からお伝えしていきたいと思います。まず材料、その後作り方ですね。では材料チェックしていきましょう。約直径5センチぐらいの、オートミールのバナナクッキーが、9枚分ぐらいの材料です。目安にしてくださいね。では材料はオートミール 30g、 今回私が使ったのは日本食品さんのプレミアムピュアオートミールです。ですごく細かく小さく砕かれているオーツ麦なので、すごく使いやすくて便利です。そして無調整豆乳が 50ml、 そして今回はですね、無印さんの甘酒使ってみました。これ2倍濃縮タイプなのですごく濃いんですね。なので今回 20ml 使ったんですけれども、甘酒ないわっていう方はそうですね、代用で蜂蜜を大さじ1ぐらい入れてもいいかもしれません。なしでも OK。 なぜかというと次使うバナナが甘いからなんですね。今回は熟成したこうバナナ、固めはちょっとね使いにくいので、結構熟したバナナ使ってみてください。甘みも増して美味しいです。1/2本、そしてシナモンパウダーとナッツは適量、お好みで使ってみてください。では以上の材料がご準備できましたら、次作り方ですね。まずは予熱したオーブン180度でだいたい15分から20分ぐらい焦げ目がつく形で焼いていきます。でその前の準備段階として、1番バナナはしっかり潰しておいてください。2つ目、そして材料をすべてよく混ぜてクッキー型にしていきます。もうワンボールでできます。簡単。もう以上の材料、このパウダーとナッツは後なんですけれども、この 1,2,3,4 この材料を全部混ぜてクッキー型にしてくださいね。そしてこう並べた後にお好みでそのシナモンパウダーと、私今回のアーモンド使ったんですけれども、ナッツトッピングしていただいて、あと焼くだけなんですよ。これはですね、普通オートミールってこうザクザククッキー系のレシピ多いんですけれども、私は今回こう柔らかいソフトタイプにしています。本当に小さなお子様でも食べれますし、お年寄りのおじいちゃんおばあちゃんたちも食べれると思いますし、もう何かふわふわでね、すごく美味しいのでおすすめなんですよ。でまたおすすめしたこの材料は全てあなたの腸内環境をこう整えてくれる材料なんですよ。なので安心してダイエット中でも召し上がっていただきたいと思います。ただし美味しいので食べ過ぎには注意してくださいね。私も1日にも 1,2 枚ぐらいまでします。でまた間食で食べるというよりは、おやつ、食後のデザートみたいな形でこうご飯と一緒に食べることで、その血糖値を何回もこう上げないように工夫しておりますので、あなたもぜひ間食でっていうのもいいんですけれども、できればご飯とセットで食べるとこうもっと太りにくくなりますのでおすすめです。さあい
かがだったでしょうか。今回はあなたの腸内環境を整えてくれる食材を使った美味しい手作りおやつをご紹介しました。そのことであなたは痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をしっかり増やしていただいて、自然と痩せ体質に、美味しく食べながらなることができるということなんですね。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せる、しかも長期的にですを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。でまたダイエット法であったり健康法についてご質問ある方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録を直接私まで遠慮なくご相談くださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。